成田山東京別院深川不動堂は、東京都江東区富岡にある新言州地山派の寺院であり、千葉県成田市にある成田山新勝寺の東京別院である。通称は、深川不動村深川不動堂。江戸時代の初め、歌舞伎役者の市川團十郎が不動明王が登場する芝居を打ったことなどにより、成田山の不動明王を拝観したいという機運が、 江戸っ子たちの間で高まった。これを受けて、元禄十六年一回目の成田不動の出外町が富岡八幡宮の別当、永大寺で開かれた。これが深川不動堂の始まりである。江戸における成田不動の出外町は、安政三年まで江戸時代を通じて十二回行われたが、そのうち一回を除いて深川永大寺が会長となった。永大寺は明治維新後。 神仏分離令により廃寺となり、旧境内は深川公園となった。しかし不動村振興はやむことがなく、明治11年に現在の場所に成田不動の分霊を祭り、深川不動堂として存続することが東京府により認められた。境内地は深川公園の一部を永久かつ無償で借用することが認められたものである。明治14年に本堂が完成。 その後本堂は関東大震災、東京大空襲と二度にわたって消失したが、薬草たちが命がけで運び出したことにより、本尊は消失を免れた。英大寺は門前にあった達中、吉祥院が明治29年に再興され、病石を継いだ。なお、地名、門前、中町は英大寺の門前町という意味である。本堂開運出世なり、 人情深川五利益通り門前の参道は、通称人情深川五利益通りといい、毎月1.1528日に縁日が開かれて賑わう。有名な菓子店や食事どころがある。仏像が多く、ふっつの様々な姿や表情を見ることで、ふっつの世界を感じることができるようになっている。ありがとうございます。